どうも、即家塾の久保です。あの、この動画はですね、ある特定の方に向けてお送りしております。一応、プライバシーに気を使って、お名前はお出ししないままですけども、届きました。伊勢丹からこちらね、お話をお伺っていて、えー、お伺いしていたものです。あの、実際にお会いした時には、荷物になるからというね、ご配慮で、郵送しましたよってことを言ってくださいました。二重三重に、ありがたいですね。こちらの方、山戸くんと一緒にいただこうと思います。ずしっとね、 ななんんかすごくあありがたいもんだなとあの今回10月1日キックボクシングの試合出させていただいてそして応援に来てくださる方がたくさんいて、まあ、応援というよりもね応援もあるんでしょうけども単純に会いたいという気持ちで集まったのかなというふうな気もしますし私も同じ気持ちですこのお土産の向こうにねあの浮かぶあの顔が今日からの私の活力にもなるかなと。本当になんか 人って支え合ってるんだなと思うばかりでございますそれではまたお会いしましょうありがとうございました